速報ウマ娘特別企画として池添健一騎手のインタビューをお届け、に対するみんなの反応。池添騎手は X などでもウマ娘について触れられていますが、初めてウマ娘を知った時のことを覚えていらっしゃいますか？僕は漫画を読むのが好きなのでウマ娘シンデレラグレーで知りました。史実の競走馬の戦績はもちろん、レース前後のやり取りなどもかなり忠実に再現されているのが面白いですよね。そんなウマ娘に今回、ついにオルフェーブルが登場することになります。テレビアニメ第3期で名前が出るなどファンから待望されていたウマ娘ですが、彼女のビジュアルを見て、いかがですか？すごく凝ったイラストですよね。茶色っぽい髪の毛なのは、馬のオルフェーブルがクリゲだからかな。金の装飾が施されているのも印象的です。これ、多分名前から来ていますよね。オルフェーブルが金細工師という意味なので。確かに、勝負服の袖などは、競走馬の勝負服のデザインが元になっているのかもしれません。本当だ、髪型がセンター分けで色が違うのも意味がありそうですよね。馬娘のオルフェーブルは、口調や立ち居振る舞いが王様のようなキャラクターだそうですが、サラブレッドのオルフェーブルはどんな性格でしたか？兄のドリームジャーニーと同じで、勝ち気でしたね。ドリームジャーニーとは走り方は似ていますが、体格はオルフェーブルの方が一回り大きかったです。特に顔が大きかったですね笑い。オルフェーブルとのコンビはご自身初のダービー制覇、そして三冠を達成したということで、やはり思い入れも強いのではないでしょうか？なんといってもダービーは別格です。ダービーで一番人気で勝つことは、ジョッキーにとって最高の栄誉ですから。皐月賞でそれを意識して、ダービーを勝った後は三冠確実と見られ、三冠を取ってからも三冠馬として負けてはいけないというプレッシャーが出てきて、オルフェーブルが引退するまで、プレッシャーはきつかったですね。レースの日を待ち望みつつも、一方でその日が来てほしくないと思う自分がいました。三冠に挑む際に、警戒していた相手はいたのでしょうか？あまりライバルと捉えていた馬はいませんでした。僕が能力を発揮させてあげさえすれば、誰が相手でも勝てると思っていました。菊花賞では、三冠達成後にまた振り落とされてしまうということもありましたね。実はダービーでもその動きをしていたんです。ゴール後に向こう上面まで流して走らせるのですが、そこで外拉致に向かって突っ込もうとしていました。その時はなんとか未遂に終わりましたが、周りに馬がいなくなって一頭になると、そういう動きをしようとするんです。オルフェーブルには引退してからもよく会いに行かれているそうですね。オルフェーブルとドリームジャーニーには今でも毎年会いに行っています。デュランダルは、亡くなってからはお墓参りになりましたが、この3頭は毎年ですね、自分が乗っていた馬に会いに行くのが好きなんです。今どうやって過ごしているのかなとか考えながら、亡くなった馬のところにも、機会を見つけて手を合わせに行っています。今回、オルフェーブルが馬娘に登場するわけですが、池添騎手が馬娘のオルフェーブルの能力をつけるとしたら、どうなるでしょう？一番得意な距離は2000メートルとか2400メートルだと思います。脚質は差しかな。優れていたのは、スピードはもちろんですが、スタミナも無尽蔵にありましたね。能力も高く、G1 レースにはすごい馬が集まっているのですが、その中でも頭2つ3つは抜けていました。馬娘たちには固有スキルという、レース中に順位など特定の条件を満たすことで発動できる能力があります。こちらについてはいかがでしょう？特定の条件というのはあまり思いつかないですね。基本的には自分の形なら、どんな時でも力を発揮できる馬でした。馬娘のオルフェーブルがどんな能力になるのか、育成馬娘としての登場が待ち遠しいですね。そうですね、馬娘のゲームはこれまでプレイしてこなかったですが、やってみたくなりました笑い。馬娘は3周年を迎えてますます人気の高い作品で、その中でオルフェーブルが登場すると聞き、改めてびっくりしています。自分が乗せてもらって思い入れがある馬なので、それがキャラクターになるのは楽しみです。皆さんもぜひ楽しんでもらえたらと思います。こういうインタビューもっとやってほしい。池添もオルフェーブルの背を描くべきなんじゃないか？暴君に振り切ったデザインだけどネタっぽいレースとかどう表現するのか気になる。メイクデビューで踏みに行くところと菊花賞で振り落とすのと阪神大賞典再現は必須だよね。
やっぱり差し馬で世代から一つ二つ抜けてくっそ強いという感想だった。シナリオめちゃくちゃ楽しみ。オラオラ三冠馬娘のお通りだよ。こっちはこっちでかっこいいと思うけど元の射程キャラ見慣れてたからまだ切り替えに時間かかりそう。初期とされてる射程が前髪思いっきり分けてマスク外して化粧したらこんな感じになると思う。ウィンバリアシオンに取り付いてる可能性すらある。嫌だよ毎週末危機としてオルフェ3区の予想するバリアシオンとか。スケールで言うと世界に打って出てるわけだからこの方が合ってるんだろう。よく見たらちゃんと衣装着てないな。やっぱり一人になったのが寂しくて池添の顔見たくて振り落とそうとしてたんだね。声からしてギャグ落ちするだろうしマックちゃんとも絡みそう。ソフマックイン要素どこ？蓋を開けたら面白い女なのか？私は面白枠ではないですわ。立ち絵から元ネタ要素を推測できる機種。顔でかいのか。顔や首がでかいってことは馬としてはプラス要素なんだがでかい。ウィンバリアシオンを持ってる青森の牧場の人もオルフェイブルの方が顔がでかいとか言っててダメだった。ちなみにカレンちゃんは小顔体はでかい。かわいいカレンちゃん。この手のキャラ付けは弱いとこをいかに見せるかが重要だからある意味期待できる。こんなギラギラな割れとか言ってる娘が大舞台で距離間違える大ポカするんです？割れ、長距離嫌い。ヒカサというトミオちゃんなのであのなりでクソビビリとかあり得る。三冠馬でキャラかぶりはダメだろ。歌がすごく上手いのは知ってるけどライブで踊れるの？踊るのはわからんが歌うのはシンフォギアのライブでやってるだろうし。原作のオルフェとマックちゃんは顔似ていたらしいが。つまりお化粧でギラギラにしてるだけで実は柔らかほっぺの可能性が。カレンちゃんにセクハラして合気道でひねられながらさすが我が愛しの君、とか言ってそう。あんまりカレンちゃんにバチボコにされてなさそうなデザインだな。池添にちょっかいを出して反応を楽しむゆえつぶだったか。一掃しなさそうなオルフェイブル。拉致に投げつけた後すん、ってなるのなんなん。馬は賢いから人が痛がったり苦しんでたらわかる、それはそれとして振り落とす。落としといて大丈夫？って心配しているわけか。もしくは痛がってて受ける、か。池添が会いに行ったら前足で蹴られそうになってたけどあれ近寄って欲しかったんかな。目の前に背中があったからちょっかい出してやろうぐらいだと思うよ。オルフェイブル参戦ってとこにもっと驚いてもいいんじゃないかみんな。実名ですでに何度か出てるからなやっぱり来たかって感じ。育成シナリオのトレーナーのキャラが今から楽しみ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。